はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングです。はい、というわけで、ね、本日もね、スプラトゥーンの動画を撮っていきたいと思います。ポイズンばかりを投げて、自分でキルを取らない奴は、合コンに一緒に来てほしい。何を言ってんの、お前は。もう、全然意味がわかんないよ。え、何どういう意味なの、ちょっと説明して。いや、だからサポートばかりして、はい、自分で取りに行かないと。はいはいはい。そういうことですよ。なるほどね。女の子を狙ってないのに、このこっちのために女の子にパスをいっぱいしてくれると、うん、いやいやいや、褒めてるじゃん。褒めてるのと意味が分かんないし、言わなくてよかったし、それ。ただ、はい、スピコラは、はい、ポイズン投げて自分でキルちゃんと取れるから。あ、なるほどね。こいつは合コン向きじゃないよって。合コン向きじゃないですね。一緒に行きたくないね、こいつ合コンは。いいよ。強ければいいんで。じゃあ、スピコラというわけで今日は、はい。やりましょうか。はい。じゃあ、やっていきましょうか。ルールはエリアですよね。エリアです。わかりました。じゃあ、見せてください。はい。さあ、まあ、ステージ的には、スピコラは悪くない。あー、聞いてる聞いてる。炭酸聞いてる。炭酸が聞いてたな、今。どこにかわかんないけど。はい。なんか言ってなかった。いや、言ったよ。あれ聞こえないぐらい聞いてたの。いやいや、ステージ的にはどうなのって、スピコラは。いや、強い強い。エリアほぼ強いよ。あ、エリアはもう、じゃあ、いけちゃう感じなんですね。いいですね。見せてください、その、まあ、強武器って結構言われてるイメージがあるから、俺的には。そのね。強すぎた武器だね。あ、遊戯王カードみたいな。強すぎた武器だ。さあ、ぜひとも、見せてください、その効力を。もう終わりだ！あれどうでもいいわ、もう。いいね。まだいる？いるよ、まだ。いいよ。もう終わりだ！相手が言いたいからね、それ。お前じゃなくて。お前が甘いって言うのも。あ、危ない危ない。はいはい、もうはい、もう楽勝。逃げるしかないのに。え、あれ倒せない。あれ、あ、倒せない。よかった。危ない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 。何してんの、ちょうで。でも、まあ、言うてね、塗り状況はとてもいいし。味方も安心してキル取れるね。降りちゃう。そこにいたのねーって。いや、降りるのね。どこ。なんで倒して倒して、早く。なんで降りたんだ、しかも。台を持ってたから、多分。いや、スパショだよ。えスパショ。え、どんな人どんな人。今の人。今、俺がやられた人。うん。それは知らない。Q6 は台を溜まってたから。あ、なるほどね。いや、スパショで降りてきたよね。さあ。まあ、自信あったんじゃない。いやね、スパショに自信に。さあ、行っちゃう、裏。スシコラじゃなくて、スピコラで。ここ取った時のね、スピコラのね、この無双感半端じゃない。確かにね、上から撃たれてね、ポイズンも投げられてさ、何にもできなかった。終わりです。あららら、ほぼ詰み。あ、もうここ取られてる時点で、もう詰みですね。攻め込めない。まあ、左が味方が見てなきゃ、まあいけると思うけど。なるほどね。うん。あ、まあ、ここでね、こうすると大体左に行くんだよ、みんな。なるほどね。敵が、はい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 、ほら左にいっぱいいる。あ、そしたらここで抜かれると終わる。まずいね。ちゃんとここで左側を他の仲間が、あー、持ってかれたね。売らないからね、味方は。全部俺がやんないと。もうお父さんだから、うん、お父さん武器全部俺がやんないとダメなんだから。ノラを、まあ、それはでも、あの、どの武器でもね、関係ない。自分一人で勝てる動きしないとやっぱだよ、ね、勝ち続けられないね、ノラでは。いいですよ。さあ、でも大王間に合うのか。間に合わないか。あ、ギリギリ間に合った。さあ、あれ、これ何押さえつけられてるね、完全に相手は。いや、それこうなるよ。ここ取るの大事じゃない、確かに。うん、もうちょっと繊維がやっぱね、あーあってなっちゃうね。くじけられちゃうね、ここ取られたら。あーあーって。いや、もう頑張ってもだって戻ってくる。はいはい。あー、ぬる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 。これは塗るよ。おお、上げんな。危ない危ない危ない。いいんじゃないですか。はい、もう終わりだー。いやいいよ、それ標語にしなくて、使いやすい言葉だからって。うわ、すごいね、塗り状況も。いや、これはいいんじゃないですか。制圧力のある武器ということで、スピコラ君。まあ、何回か使ってるけどね。うん、何回か使ってるね。もうかなり仕上がってきた。あ、いいじゃない、6-1。仕上がってはないかな。味方のキルもすごい。全部で3回しか死んでないじゃん。こっちのチーム。結構長い時間やったけどね。ね。いや、これは味方も強いから。やっぱ、あれ、西沢しか強くないのに、勝ったみたいなのみたいね。いや、俺が強いとね、俺が強くなっちゃうと、周りも強くなっちゃうんだよな。ああ、確かに、塗るしね。塗るし、キル取るし、ボム投げる。そう、ボム投げて、バリア吐くってなると。味方も、その分。俺が、数字いいと、味方も数字絶対良くなるから。なるほどね。それはいいね。それいい武器じゃない。でも、カーボンじゃありえないじゃん、それって。そう、カーボンはね、一人だけガッて上がっちゃうから。うん。そういう意味だね、やっぱりいい武器。みんなを、あげまん。お！あげまんだよ。
そう呼んでくれると嬉しいな俺。本当に？いやいやいや、あんまり、まあ、褒め言葉だけどなんか響きはあんまよくないけどね。じゃあ揚げマン西澤で。揚げマンかクワマンぐらいでしょ。ええ、クワマンはいいよ、うん、クワマンは嬉しい。マンがつくの。いやでもね、いっぱいいるよ、いっぱいいる中の後々クワマンだからね。バカ殿があってのさあ、売ってますね。ああもうこれ練馬かしいな。お、本当に濡れちゃう。バレルさんいる。バレルさん、あ、本当だ、バレニーが。バレニーにじゃあ濡らして、もうじゃあ切ると。ああもう嫌がらせ、嫌がらせ、嫌がらせする割に意外とバリア吐かせて、なんかね、そこで吐いちゃっていいのっていうね、取るために吐かなくていいのっていう嫌がらせ、嫌がらせバリア。さあ、うー怖いね。大丈夫、全然怖い。はい、当たった。ポイズンが当たって、すごいなんかマゴマゴしてる間に、じゃあもしかして突っ込めって言ってんだよ。おいいね。いいじゃないですか。あー、おわ、ここ取っちゃった。またまた同じこと繰り返す。人はね。過ちじゃないけどね、過ちじゃないけど、やっぱアムロみたいなこと言うね。何回も同じことするからね。さあ、いいよ。ダメだってきちゃ、あーもうどうしようもない。さあ、どうしようもないのを、ダメだって、どうしようもないの分からせられなかったね。さすがにちょっと2人で来られちゃうと。なるほどね、そしたら真ん中手薄だよって。そう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 、そんなことやってる間にっていう。あららら、あれま、あれ死なねえかい。あららららららら、危ない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 。あー、よかった。はい、4、3、2、1、はい、余裕ですね。いや、よかったよ今のは。その動きはよくわかんないけど、いや、いい動きしてるんじゃないですか。苦戦しないな、スピコラは。やっぱその安定感あるね。うん、しかもそのさっき言ったようにスピコラが頑張れば周りも動きやすくなって、そう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 、周りも勝手に頑張ってくれると。うわ、いや、そんなうわっていうほどの。いや、でも3人死んでないんだよ。ああ、そうか。3人1回も死んでないっていう。え、それは何、あの3回死んでる味方を2割。いや、違う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 、うん、頑張ってたんだなって、あいつが特攻してたんだなって、ボールだったんだなって、彼だけ。他みんななんかね、ちょっと強めなモビルスーツ乗ってたんだけど。モビルスーツ乗せてやれよ。なんで一人だけボール、ボールなんか作業用機械みたいなの寄せるんだよ。すぐバーンってなって。まあちょっとこう、まず苦戦が見たいっていうのはちょっとあれだけど。はい、見たい気もするね。苦戦からのどうやって返すのかって。ああ、その打開みたいなことか。そう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 。おモンガラ見せたいけどな。モンガラでも同じぐらいの動きできたらもう僕はもう、はい、手上げです。お手げ、もうこのまま動画にするしかない。もうこのまま淡々と淡々とノックアウトしたドヤツを動画にするしかない。面白いことも大して言わずに、そう。動画にするしかない。ただのね、気持ちよくなってるだけの動画を。乗れね。ああ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 、乗れない。ここを取らなきゃいけないの。まずはね。この右の、これ今、ね、画面見せれないけど、下ね、自分のだ真下よね、マップの。さ、はいはい、あ。はい。まあ、スピコラのいいところは、さ、カバーができると。じゃ、ちょっとさ、やっぱここ、攻め込むしかないときは攻め込んでおいて、これは。ん？味方、こっち守ってないとっていうときはあるけど。いや、それは守んないとダメでしょ。あ、そう、うん、だって取られちゃうもん、俺いなくなったら。なるほどね。さあ、塗りがバリアをギリギリちょっとたまんなかったけど、まあここでたまると。いやー、そこにいるね。早いんだよな、溶けんのかな。あれはラピブラかな、相手のあのスピードは。これどうしよう。まずいね、あ、すごく入りづらい。さあ、どうしましょう。あ、味方が壁から行ったか。あ、あっちが行ってる。あ、しかも一人倒した。さあ、今 4人だけど、うわぁ、これは、撃っちゃうよね、そら。いいよ、1キル。やれよ。2キル。さあ、セカウントストップからの塗りまくり、あっち取ってくれた。味方があっち側にいてくれるのにね。そしてこっちは塗っちゃう。塗って、またバリア貯めて、これがいいよね、もう一回バリア溜まる。なるほどね、この、ただ打開してるだけで。さあ、溜まりましたよ。したら、こっち側任せろと。おぉ、いいね。引き殺したね、今。歴史してた、歴史。いいよ、いいよ。このやっぱ、ボムで逃げられなくして倒しちゃうのはすごくいいね。さあ。危ないですよ。さあ、やばい。さあ。だいぶ入った？だいぶ入ったね。音で分かったよ、今。
さあ逃げておけば、あ、だよね、バリアバリアか、あれスピックリンアルファかな、じゃあ、あーない、え、どうした、あー塗られてるって、さあこっち守んないと、いいよ、あー具合悪そうなくしゃみした、今、さあ、いやきついねこれは、さあローラーが倒してくれた、いいね、いいじゃないですかローラー、あー危ねえ、いいローラー、さあでもまだ来てるよ、さあボムに、あ、あれダメか、今のちょっと惜しいね、やっぱりそこまでやっぱキルを取れちゃうと強すぎるだろうしな、さあボンポイズンで無限にして、あーあー危ない危ない、使うしかない、危ねえ、いいよ、チップ、さあお上壁やってくれよ、そっから味方お前その上いるなら押せ押せ、ああ、ないない、待ったね待ったね、信じてた、倒せる瞬間をね、いいよ、さあ、あとは向こう側も取ってる、いつの間にか取ってるね、やっぱり着々と進めてるんだろうね、味方は、さあ倒してあげてって、味方がこっちでやられたということは、こっち側から来る可能性が来てるね、来てるよ、さあ、いるわけないと思わせて、若葉かってことは持ってるね、もう若葉は無視、次のやつ、あーでもそのクリアリング怖いな、いいよラピブラ、あーあー確保でした、さあただ、はい、若葉を倒した、おーいいね、倒してるね味方が、いいんじゃない、かなり生かしてるよ、あ、いやーあのちょっとメガホンめんどくさいな、あー吸盤がやっぱ塗りますね、すごく、さあでもバリアを持って、さあ塗り返しておきたいところですが、あーあーあーあああああ、うわー怖えー、ラピブラ怖いな、さあまずいよ、さあ塗り返し、塗り返して、いいよ、ロラコラさんすごく動きがいいですよ、お行く、バレるかな、ついに、さあついに行きましたよ、後出しするねー、絶望の後出しバリア打開して塗っちゃいます、塗ってくれ、反対側からも、ああいいね、え、カウント取れてない、足取られてる、あーだからほら結局ね、俺はこっち来ると足取られんのよ、なるほどな、こういうことなんだよね、抜け抜け、いいよ、さああーデスクイックリンが戻ってきて、ナイス、さあいいよ、メガホンで、お、しかも溶かした、クリー、あーもう一人溶かした、いいよ、あー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 ペナが入っちゃった、まあもうカウントついたら勝ちかな、あペナがこの状況で、うん、さあここからどう見していくのか、あこっち行くか、右側から、右側取られてはいないね、多分一回これ取られるな、なるほどね、うん、さあめんどくさいな、あそこにいるのは割れてるよ、いや、これは止めたい、これは止めたい、ナイチか、ナイチ、まあ大丈夫でしょ、味方が手前側を塗ってはくれているわ、さあこのまま待てばいいのか、うん、ですがいいかな、いい感じかな、大丈夫大丈夫、ああよかった、いや結構ハラハラするねやっぱモンキャンは、うん、うわギリギリ危ない危ない、なるほどね、まあ塗りつつと、たまにちょっと無茶しつつと、無茶はしなくていいでしょ、しなくていい、うん、やっぱ奥行くと取られちゃう、いや自分守ってりゃ勝てるんだよ、相当味方が無能じゃない限り、こういう方あれだけど、ね、味方がそのこっちいるのにずっと手前がいたりとか、そうそう自分を絶対取られないで、敵陣をたまに取ってくれる味方ならさ少しずつカウント進んでいくわけ、はいはいはい、でもこっち自分取られなかったら相手のカウントは進まないわけでしょ、そうだね、なるほどね、だそれでいいと思うんだけど、はい、まあでもスピコラはやっぱ強い、まあスピコラ強いよそれはね、そりゃ強いよ、合コンには行きたくないね一緒に、なんでいや行きたくないでしょ、キル持っちゃうんだもん、ああそうね、お持ち帰りしちゃうよ、キル取っちゃう、もう4人持ってっちゃう、そう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 、4人持ってっちゃう、そう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 、男なわけね、そうそうそう、あの本当の強いスピコラは、後で連絡するやつね、うわ一番嫌なやつだ、後で
俺らに教えてくれるやつでしょ、うん、いや、いらないいらないってなるから3人でな、飯食ってこっちは、うん、日高屋とかで虚しい、虚しい休日を過ごすやつ。